ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。資金座新しい星の撮影報告と11月のおすすめ天文現象ということで今日のトークショーを始めていきたいと思いますが、早速ですけど今日ご来場いただいた方は彗星撮ったよという方はどれくらいいらっしゃいますか。もう半数以上ですね。はい。いやそうですね。この1ヶ月間 SNS を もうこの写真がどれだけ、ね、出回ったかというところで非常に話題になっているのがよく分かりましたけれども、えー、この彗星、私もですねこの1ヶ月間ずっと追いかけてまいりまして、えー、撮影をしてきたのでその写真をですね今日はお見せしていきたいなと思っております。あ、はいまえー、とちょっと11月の,の天文現象ですね最後ちょっとやって終わりたいなと思います。 はい、でおさらいなんですけれども、はいえーまあ、あのこれは資料はねあの、前回お見せした資料でございます。で、通知者員というのが正式名称ですよということで、えー、お話ししたので、通知者というべきなんでしょうけれども、非常に呼びづらいので、僕は資金算と言ってますが、資金座とト推ス彗星、まあ、結構、本当に2023年の発見以降、 えー、まあ2024年に入ってからですかね、えー、今年はもうこれが期待できるよということで、えー、ずっと天文史はもうこの話題で持ちきりでした。 でいよいよ迎えるとなった時にですね、えー、なんか崩壊したかもみたいなニュースもあり、ざわざわっとしたんですけれども、おなんとか無事にですね撮影することができました。えー、ただ残念ながら、ですね当初の一番最初の予報の最大マイ,マイナス4等級みたいなところまでは、えー、残念ながら行かず、うまあ、そこそこの彗星で終わってはしまったんですけれども、えー、結構肉眼で見えた日も数日間ありましてですね。 そのタイミングに見た方は結構感動されたんじゃないかなと思います。で、今あの10月のもう27ですね。まあ、末ですけど、今日没頃西の空で見えてて、まもなく観測のシーズンがまあ、終わってくるかなというところであります。 はいでまあ、当初の予報のコ、えードで非常に明るくなるよという予報がありました。でこれも前回のおさらいですけれども、えー、そこから予報がぐっと変わってだいぶ暗くなってしまいましたというのを前回のトークショーの時にお話をさせていただきましたね。えーまあ、最大で2等級ぐらいなんじゃないかなというところで、えーまあ、僕これは9月20日時点の予報を皆さんにお話ししてましたけれども、まあ、結果ですね、まあ、一番明るくて確か2.4等級ぐらい。 でした、ね、10月の頭とか9月の末ぐらいの時ですけれどまあただ本当にそのピークは一瞬で終わってしまってですねこの予報通りのこの暗さの推移ではなくて結構ガクンと暗くなっていってしまって、えー、この4等級とかで10月の20日ぐらい4等級とかなってますけど、まあ、この通りにうまくいかなかったっていう感じでやはり推薦の予報っていうのは非常に難しいんだなというのが今回よく分かったかなと思います。 で私は前回ですね、えー、ここで撮影するべきというところで、この赤,赤枠の日付がおすすめですよとご紹介をしましたあ。9月の末は東の空に見えるタイミングではですね、えーまあ、この9月28日ぐらいから10月の1日ぐらいがいいんじゃないでしょうかというところと、えー、10月以降はですね、中旬は14日ぐらいから、まあ、25日ぐらいまでがちょうど撮りやすいんじゃないですかねという話をまあ前回しまして、私もまあこれにこう従ってですね、えー、撮影スケジュールを組んでいて、 でまあ、撮影を行ってままいりました、はいえー、で今、ですね西の空で見えてますけれども、まあ、このも予報がだいぶずれてましてね、えーまあ、10月27日、き今日は7日ですけど、まあ、この推移でいけば5等級台というふうな感じでしたけど、もうすでに6等級台になってますね、まあ、非常に暗い水星になってきてしまったようで、やっぱり予報とはだいぶずれてきているかなと思います。場所は当然変わってないので、今、蛇使いカのあたりうろうろしてますけれどもね。 はい、えー、場所は変わらないんですけど、暗さはちょっと予報より暗かったというのが現状でございます。はい、で早速写真ですね。はい、えー、これは九月三十日です。はい、えー、場所この写真見てあーって、ね、なる人はまあほとんどいないと思うんですけど、これ熊本県の天草ですね。 草ですミウイ天文台っていう天文台を、まあ、ご存知の方は結構、えー、天文台マニアかなと思うんですけど結構あの龍ヶ岳という、まあ、山のですね結構上にあって、えー、車でアクセスする時も結構な山道を上がっていかないきゃいけない。 まあ天文台でまあ結構天文台としてはすごいあのちゃんとしてるんですけどねあのお土産屋さんもある天文台なんですけどはい、えー、まあその近くにこう龍ヶ岳山頂展望台というところがあってそこから撮ったのがこの写真です9月30日ですね細い月と水、えー、星どこにあるかわかりますかえー、どこって感じですけどここにいますね <laughs> ここにうっすらあるかなと思うんですけど。 はいえー、9月30日、明け方の東の空ですでここに低空に結構雲があってですね、えー、全然最初は分からなくてあれおかしいなおかしいなと思ってですね、まあ、インターバル撮影していてえー、後で見返したらあここにあったんかいみたいな感じでこうあったんですけどもう結構、あのー、一番最初の撮影だったんでね、はいあのー、場所を特定するのが非常に難しくてやっぱり。こう 感覚が分かんないもんで最初はすごい大変だったんですけどまあなんとか雲越しに一発目の撮影はなんとか撮れたなっていうところではありますねはいでちょっとまあ前置きとして僕が今回の水星撮影をする上で自分自身に課せ,課せていた課していた課題みたいなのがあってですね、まあ、今回のの星というのは 全世界どこでも撮れるわけですよ。南半球とかでまあ撮れるし、もちろん北半球はどこでも撮れるわけですけど、全世界の天文写真家、天体写真家がまあ、こういった写真をいっぱい撮ってくるわけですよ。で、僕は日本人ですから、えー、一番やっぱり大事にしたのはその日本でしか撮れない資金山アトラス彗星の写真を撮,撮りたいなと思ったんですよね。 で日本でしか撮れない風景って何なのかなって考えた時に、まあ、日本って何だろうって考えた時に一つまあキーワードとしてこう島国であるというね、えー、キーワードがパッと思い浮かんで、えー、まあ島のこの風景というのはまあ日本特有だとしたらこれを生かした場所で撮影をしたいなと思ったんですよ。でこの一番最初の方の撮影で月がこうこ,こにありますけど。 こう例えば僕のイメージとして月が作り出す風景として一番有名なのはこ,こで,ですねムーンロードですけどこういったものが例えば島と島を結ぶ架け橋のように映る中で明け方彗星が見えたらなんかすごい美しい光景になるんじゃないかなと思ったわけですねだからこのムーンロードが一番入る場所はどこだろうって考えた時に僕のパッとしたイメージとして天草が面白そうだなと思ったんですよ。 まもちろん伊勢志摩とかもアイデアもあったんですけど、まあ、そういった複数ある候補地の中からその時晴れるのが熊本だけだったので思い切って熊本にもうビューンと飛んでですね撮ってきて、まあ、一応なんとか撮れたなという写真がこちらの写真ですねはいまあ割とファーストショット実はこの9月26日にも挑戦してるんですけどあの美しいヶ原でちょっとその時はですねさすがに難しくて、えー、まともな写真が撮れなかったのでまあこれが一応ファーストショットになりますね で次にどこで撮ったかというのと、えーまあ、今回のトークショーのサムネイルの写真ですけど、えー、これ翌日ですね10月1日ですね、えー、私は熊本から今度は大分に移動しまして大分県のこれ那た海水浴場っていうところなんですけども、えー、敷地島っていう、えーまあ、島に鳥居がこう立ってるっていう風景があるんですよね。はい、でこれがまあちょうど僕の調べで、えー、今回の彗星とちょうどいい向きにこう。 こう揃ううというかね方向的にちょうどいいということで、まあ、当たりはつけてたんですけど熊本で撮影している時に翌日の天気見てたら大分がなんか晴れそうだなっていう熊本が逆に曇りそうで大分が晴れそうっていう予報だったので事前に調べてたこの場所に急いでこう九州横断してですね撮りに行ったんですねはい。 まあ、この鳥居と水星っていうのを撮ることができました。これ縦構図の方が僕はね、好きなんですけど、えー、縦構図でも一応撮影をしてきましたね。はい。 でこの場所で撮影をしてたのはねあの一応僕だけだったんですけど後からですね地元の方がね2人ぐらいいらっしゃって、えー、僕の横をちょっと離れたところで撮影してたんですけどどこに水星あるんじゃみたいな話をしてたので、えー、ここにありますよとちょっと教えてあげてですね、あのーまあ、露出の話とかもちょっとその時アドバイスさせてもらって話をしてたらですねなんかその声聞いたことあるなって言われて <laughs> もしかして北山さんではないですかと言われてあそうですよって言ったら いや、OM の YouTube 見てますみたいな <laughs>。ここでこんなに声でバレるのかと思ってですね。えーまあ、結構そういうね、あのー、もう悪いことできないなと確信した瞬間だったんですけど、<laughs> 結構どこにでもバレてしまう特徴的な声なのかもしれませんね。はい、で、えーまあ、こういった翌日、まあ、同じように月が取れたので、えー、月と彗星と取パターンも取りましたで。やっぱりムーンロード取、えー、れるタイミングではこれは絶対取っておきたいので、 えー、海なんでねムーンロードと水星と鳥居ということで、まあ、これこそ純日本的な写真ですよ、まあ、海外の人じゃ出て撮れないであろう光景を、まあ、撮れて、まあ、ちょっと一安心したっていう感じですね、はい、でこの水星結構ね、えー、見る人が見るとここにコマがあって結構伸びてて尾っぽがまあなんか見た目の印象この辺まで尾っぽが伸びてるような感じに見えるかなと思うんですけど、えー、本当に数分後撮った写真がこれなんですけど空の色もガラッと変わって 水、えー、星の尾っぽ自体もですねやっぱりあの明け方になってくるとどんどん見た目あんまりこう長く伸びてないように見えちゃうやっぱりこの尾っぽの存在も分からなくなってきてしまうって感じで、えー、これねほんとたった数分なんですけどもう目まぐるしくやっぱりこの朝,朝方の白明の時間帯って空模様変わってくるので本当に今がベストタイミングっていうタイミングは僕の体感ですけど 5分ぐらいしかない、だからシャッターチャンスって本当にたった5分ぐらいしかないんですよね。えー、だからその5分をものにできたやっぱことがすごく僕はよく嬉しかったですね。でまあ、もちろんムーンロード単体の写真も、えー、別のカメラで、ね、撮ってますね。はいまあ、これが9月あ10月1日ですね。で、翌日どこにいたかというと、えー、長野県の美しがら高原にいました。大分から帰って、えー、名古屋空港セントリアに帰ったんですよ。 でそこから車でダイレクト美しが原行って <laughs> 翌日は撮影をしてたんですけどこれはあの、まあ、美しが原高原の野外展示場にある「愛のモニュメント」っていうモニュメントのまあ一部分ですね、はいでまあ、当然夜あ朝方入ることできないので、まあ、あの僕はちょっと特別にさせていただいて、えー、撮ってまいりましたでまた、あ、僕のイメージなんですけどやっぱこの「愛のモニュメント」のまあ手の上に 水星,星待ってくれって追いかけてるような写真が撮りたいなぁとはずっと思っていたので、まあ、それをこう撮ってきたっていう写真ですね。はい、でこの日がですね10月2日非常に尾っぽが伸びてて多分この辺ぐらいまでこう見えるかなと思うんですけど、えー、やっぱり1日での水星の成長率にすごい驚かされた写真ですね。はい。 でまあ、これも本当にあのこの構図で、えー、撮れる場所っていうのはです、ね、限られててもう本当に自分の体ほふ戦士みたいな、はい、つくばって、まあ、カメラも本当に地面に置いてるような感じでこう撮っているんですけどね、えー、結構難しい。でなんかこう撮った後思ってたんですけどなんかこう <laughs> ここが要は。 あのまあ光が当たってる部分と光が当たってない部分でここはっきり分かれてますけどえ太陽の光が当たってる部分とね当たってない部分でなんかこうこらこ辺が闇ですね闇からこう抜け出していきたいみたいな感じでえなんかこう走り出してみたいな感じの先に彗星があるみたいな感じでまあこのなんか影の部分がすごい印象的になったかなと思ってねこれ結構好きな写真ですね。 はいまあ、やっぱりあの今回の彗星、自分が一番好きな場所で、えーまあ、撮りたいなという思いもあったので、えーまあ、美しがら高原は僕のもう10年以上通う大事な場所なので、まあ、そこで一生懸命と、えー、撮ってまいりましたというのが10月2日ですね。でこれ別のカットで、えー、インターバル撮影でカメラ仕掛けておいて、自分はあのさっきの撮影を、まあ、モニュメントの方で撮影してたんですけど、これはインターバル撮影してるカメラが撮った彗星の写真ですね。えー、これがまあ道の駅の駅建物で えー、まあその車中泊ねしてる方いますけど、まあその上にこう明け方の空が彗星が登ってきてるよみたいな感じで、えー、まあこれも結構いい,いい感じに撮れたかなと思っています。はい、これ十月二日ですね。で、えー、明け方東の空で撮れる限界が十月のまあ三日までですよとねお話をしてたんですけどトークショーで、十、えー、月三日が残念ながら天気悪くてですね、もうこの十月二日が明け方東の空で撮れる最後の写真でした。 でここからがあ今度10月の中旬、夕方の西の空になってくるんですけど、僕の一番最初の写真が10月の13日ですね。えー、これ、場所はですね、えー、千葉県の飯岡の展望台です。犬吠埼という、えーま、東大、有名ですけど、銚子の。あの犬吠埼から、ま、車で15分ぐらいのところにある,夕焼,けを見るために夕焼けを見る場所としては非常に有名な展望台です。でそこからこう撮ったんですけど、ま、ここにいた最大の狙いがですね、 えー、富士山と一緒に水星を撮りたいなと思ったんですよ。これ、飯岡の展望台ってすごいクリアに見え空が晴れてるときはです、ね、富士山が見える、ここにいるんですよ、ね。<laughs> ここにね、うっすら富士山があるので、えーまあ、もちろん富士山に沈むという位置関係ではないんですけど、富士山と絡めて撮れるかなと思って期待していって、まあ、なんとかあ薄雲越しにひょこっと山頂が飛び出てる感じで、一応富士山らしい写真と水星が撮れたかなと思います。結構、はい、感動ししてましたね はい、でもう一個僕が絶対にやりたいなと思っていたのがあの家族に推薦を見せたたかったんですで今回肉眼で見えるタイミングって多分10月の1314の2日間ぐらいしかないかなと思ってたんですよね。 えでその予想通りでやっぱりこの日は肉眼ですごいはっきり彗星見えて,てですね、えー、まあ家族も一緒に見れましたでこれはちょっとあの携帯で撮った写真なんですけど、まあ、こんな感じで <laughs> あの妻と子供とでもう一人長男がいるんですけど長男はですね iPad で進カにを見てたんで全然アニメ見てたんでずっとちらっと見てあ彗星あるよって言ったら本当だねってってまたアニメ見てたんですけど <laughs> アニメを見,な見てたんで,でまあ 妻と、ね、あの長女う見てたんですけどこれがまあ結構僕としては嬉しかったですね。はい、で翌日10月13日の撮影終わりましたで翌日どこ行ったかというと、えー、あこれはもう,一個だもう一個別のパターンですね、はい、飯岡の展望台のカットですけどね翌日どこ行ったかというと えーまあ、これでも場所は特定できないと思うんですけどこれは静岡県の西伊豆にあるあの小金崎っていう、まあ、これもまた有名な有形撮影スポットですけれども、えー、千葉から思い切って西伊豆まで、えー、家族引き連れて移動して、えー、撮影をしてきましたでこの日あの狙いはやっぱり金星と水、まあ、星のコラボなので、えー、これを際立たせる構図で撮影を行いましたでこれは僕も結構意外だったんですけど えー、この彗星のの星がが伸伸びびててるる方向とは逆にうっすかかりますかこれねこれあのー、アンチテイルって結構言われているもので、えー、結構こう珍しいものなんですけどこれ強調させた写真がこっちにありますので、えー、これ見るとはっきり分かりますねこれはあのー、4 0 1 5 0で撮影してる拡大写真ですけれども、えー、まあ彗星というのは尾っぽがこう伸びますダストテイルとイオンテイルという2本の尾っぽが伸びますね。 でだからこう太陽のある方向とは逆側にこう伸びるんですけど、えー、ごくまれに太陽の周りを周回するその数日間だけが、えー、が伸びるる方向とは逆におあのおっぽができることが稀にあるそうですこれをアンチテールと、えー、天文用語で言うそうなんですけどこれが何でできたかできるのかっていうのは実はあんまりうまく解明されてなくてその時の太陽活動とか えー、水星と地球と太陽の位置関係とか、えー、その彗星が持ってるコマネ中がある含有物とかいろんな要素が複雑に絡み合ってできる時とできない時があるということらしくて、えー、これはなんかすごく今回の彗星の一つのこう、ね、貴重なショットでしたね今回水星はこういういのが撮れたんですけどね。 はい、これアンチテールとというもので、えーまあ,あとネックライン構造かネックライン構造っていう風に調べると、えー、また詳細な説明があるので、まあ、ぜひちょっと興味ある方はそううの言葉を調べていただけるといいかなと思います、はいえー、西伊豆のカットですねで僕が西伊豆の黄金崎にいたもう一つの理由が、えー、これですね <laughs> これ黄金崎っていうのはですね、えー、馬ロックって呼ばれてる岩があるんですよこれ馬の顔に見えません これが目でこれがま鼻先で、頭で頭みたいな、ね、でウマロックっていうのがまあ,あってですねなんか馬がこが海に向かって微笑んでるような感じではあるんですけどこれが実はあのこの日が満月の3日前で、えー、その強い月明かりによって照らされることで馬のロックの顔がはっきりわかるんじゃないかなと思ったんですよ。でこれが結局新月期に行っちゃうと全く何もわかんないんですけど顔がね。えー、月明かかかりがががあれればこれが浮かび上がるんじゃないかないと思ったので、 月明かりがあるその月明かりを生かして、えー、撮れる風景って何だろうなって考えてこの場所を選びこの彗星と一緒に撮ってきたわけですねだからこの月齢というのを意識して非常にこう場所決めを今回はあの行ったという一つの例になりますねはい、えー。せっかくの月明かりがあるのに月明かりが別に必要じゃない場所で撮っても面白くないので月明かりがあって初めて生きてくる風景で彗星を撮りたかったということになりますね それが10月14日です、はい、で翌日10月15日どこ行ったかっていうとこれ神奈川県ですね、えー、山北町っていうあの僕の名前をひっくり返したよ名前の町があるんですけど <laughs> 山北町で撮りました。でやっぱり日本といえば富士山ですよ。でやっぱり富士山に沈む彗星というのは、まあ、多分誰もが撮ってみたいなと思ってる車体だと思うんですけど、えー、それをまあ狙える場所をどこだろうって考えた時に。 1一つ思い当たったところでこう山北町の,このね展望台がいいんじゃないかなと思って撮りに行ってきましたで残念ながら雲がですねすごいぶわっと出ちゃって水、えー、星のあんまりこの構造というか尾っぽがはっきり見えたかというとあんまり見えてないんですけど、えーまあ、一応雲越しの水星と、えー、富士山は撮ることができましたでもうちょっと残念なのは、えー、この辺にですね非常に明るいぼやっとした光の塊ありますけどこれねスキー場の明かりなんですよね えー、ちょっとこのナイターてか、まあ、まあスキンにはまだ早いんですけどこういう人工の雪を降らしてたりするそういったナイターの作業をやってらっしゃるのか、まあ、ちょっとぼわっと明るくなってしまったので、えー、ちょっとこの辺がちょっと邪魔な仮として映ってしまったかなそう少し残念でしたね、はい、まあでも、えー、念願の富士山と水星も一応撮ることができてほっと一安心ですねはいええー、毎日毎日場所を変えて撮っているわけですで10月16日は全国的に天気がダメということでまあ僕も一旦 休んだんですけど翌日どこにいたかというと、えー、長野県の百名山の常年岳という山に登って、えー、この北アルプスのまあ稜線僕の第一番好きな稜線なんですここに唐沢ュッて唐沢小屋があってここに奥穂高山荘があって ここにのの小屋の明かりがあってでこっちに連なっていくとやりがたけがあってやりがたけ酸素もあるんですけれどもこの稜線がやっぱり一番僕山の中で好きなんですよ。でそれが見渡せる山とやっぱり常年なんですけど、えー、10月16日の深夜に家を出て、えー、明け方17日の本当に明け方から登り始め、えー、ここで、えーまあ、山の上でこう撮影を行ってきました。で、えー、10月17日はスーパームーンです。 スーパームーンの強い月明かりがあればこの山の形と構造すべて照らされてはっきりわかるだろうなというところで、えーまあ、僕の多分今回の彗星撮影の中で一番狙ってたのはこの写真なんです。スーパームーンの月明かりで照らされた北アルプスの稜線に沈む彗星というのは撮りなかったんですけど、まあ、残念ながら曇っちゃったんですよね。 えだから曇る前にぎりぎり撮れたんですけど本当はこのまま沈んでいくと槍に刺さってくるんですけど、えー、槍に刺さる彗星は撮ることができなかったわけですね。まあ、でも良かったんです。なぜならばこれが撮れたからですね、えー、スーパームーンの月の出を雲海越しに撮るということができたので、えー、まあこれはこれで僕はすごい狙ってた写真なんで、まあ、撮れて良かったですね。でこれ露出あってますよね。まあ、クレータータがはっっきり分かって えーまあ、この風景もはっきり分かりますけどこう露出がこう登ってくるとですね空が暗くなってくると、えー、露出が荒くなってくるんですけどおそれでもやっぱり雲海が月に照らされて、えー、で松本の夜景が雲の隙間から見えてですね、まあ、これを撮ってた時に彗星がもと、まあ、ちょっと残念な結果でしたけど僕としてはこの山に登ってよかったなって、えー、本当に心の底から思いましたね。 はいまあ、これ拡大写真あんまりあの買わないですけど月の周りにちょっとぼんやり虹も出たりしてなんか非常に目まぐるしく変わる風景の中、まあ、いい写真が撮れたなと思ってます。はい、で、えー、一泊小屋で休んで翌日ちょっと早起きして、えーまあ、白明光線のこういう明け方の空の雲海とねみ見てたりしてたんですけど僕のもう一つの狙いがスーパームーンがあの北アルプスに沈むのを撮りたかったんですよ。で明け方ですね、えー、早起きして えーまあ、ちょっとあの自分がいる位置からは槍には沈まなかったんですけど、えー、槍とまあ沈んんでいく月なんかをまこれはあのちょっと早い段階なんでまだ月白飛びしてますけど、えー、日の出の直前になってくると一応風景と月のクレーターがはっきり分かってくるということで、えー、まあこういった写真が撮りたかったのでね えー、僕としては非常に満足ですね。これハイレベルショットで撮ってますけどね、非常に、えー、この本当にこれも15分ぐらいですかね、一番いい時間帯というのは、この15分間、すごい楽しかったのを覚えてます。でなんか槍にこう雲がかかって、なんか <laughs> まあこれはこれで印象的なあ三角写真も撮れて、まあまあよかったかなというところですね。はい、で、えー、月を見送って、月が沈んだら僕も山を降りようと思って。 えー、小屋に戻ってその後下山するという感じですね。はい、これすごろくけであってるのかなちょっとわかんないんですけどね、はいえーまあ、そんな10月17日を終え常、えー、年岳を下り僕が向かった先は新潟です <laughs> 今度は新潟県の糸魚川に行きまして、えー、撮影を行ってきました。で 翌日僕のあの講師のあの成形写真教室が山形であったので、えー、長野からこう新潟周りで、えー、山形米沢に向かおうって決めてたんですけど新潟どこで撮ろうかなと思ってた時にいい場所が全然ないんですよ。で西の方向開けててなんかかっこいい風景がある場所もう見つからなくてもう あと僕も山を降りたばっかなので非常に疲れててですねもうロケをする記憶もないからもうしょうがない海岸で撮ろうと思ってあんまり風景としては面白くないんですけどあのまあ海岸で 僕が水星を見上げてるという一応ポートレート撮ってなかったから撮ろうかなと思ってたらあの湿布を剥がすの忘れてたんですよね <laughs> <laughs> 足に貼った湿布をですねあの剥がすの忘れてて湿布、えー、がかなり強調された水星成型写真になっているんですけどこれすごい恥ずかしいで、ね、当にあのこれを忘れるぐらい疲れてたんですよね外すのを <laughs> はいこれちなみに糸魚川の須沢海岸っていう海岸ですねはいでこの時一応拡大写真も撮ったんですけど やっぱり、あのー、もうだいぶ水星の尾っぽ自体は短くなってきていて一応アンチテールはギリギリ見えるんですけど、あのーはい、迫力ある釣りはやっぱり10月の13、4あたりが一番かなという感じですね。はい、で10月18日、新潟の撮影を終えて、えー、次、僕、米沢に行きますよと10月19日ですね米沢行ったんですけど残念ながら米沢、まあ、含め全国曇りです。 えー、なので座学で終わっちゃって10月の20日ですね10 20月の20日は結構、全国的に晴れ間が多いというところで、まあ、関東甲信、東北ぐらいかな晴れるということで、えー、僕が向かった先は、えー、ここですね、えー、山,なあ山梨のやっぱり富士山リベンジをしたかったんですよ。どうしてもあのさっきの山北町の富士山の写真若干雲が多かったので、えー、もうちょっとはっきり撮りたいなと思ってですね 山梨の山中湖のちょっとこれもあの普段入れない場所です皆さんは入れなくてちょっと特別に許可をいただいて屋上に上がって撮ったんですけど富士山と天の川この時からですね月明かりが当たらない時間に水星が撮れるという感じなのでまあ天の川と一緒に撮れるタイミングがこの10月の20日からだったんですけど天の川と水星一応クロスしている感じで。 撮れて、えー、でも雲がちょっと出ちゃったので残念な感じではあるんですが僕としてはまあまあ満足な写真が撮れましたね。はいえー、で10月の20日ですね、で,で翌日10月の21日どこ行ったかというと、えー、今度は長野に行ってます。<laughs> 長野県の霧、ねえー、ですね えー、車山より,りよりもうちょっと西寄りなんで白鹿ぼよりもうちょっと西寄りあ車山のちょっと南な感じなところの路肩、えー、に車を止めてですね安全な場所に車を止めて、えー、撮影をしてきました。天の川と えー、クロスするような形の水星と沈みゆく金星とちょっとアークトゥルス映ってますみたいな感じの写真ですけど、えー、一応、の天の川前日がちょっと曇っちゃったので山、ね、梨が微妙な曇りがあったので快晴、えー、の元取撮りたいなと思って、えー、霧ヶ峰に行って撮ってきました、はいえー、でこの時ぐらいからですかねもうだいぶあのお腹いっぱいですね。ね 水星の写真はだいぶおいっぱいになっぱなてきて、えー、結構ですねも帰る途中に「あこれは大事な天文現象を撮り忘れてる」と思って、えー、月と木星の接近があったと思って途中白河鉾のあたりで車を止めて、えー、登ってくる月と木星を一応こう接近してる様子を撮って一、えー、枚撮ってすぐ帰るみたいな感じだったんですけど一応木星のガリレオ衛星なんかも、えー、改造してよく写っていますね。はい えー、10月21日の話ですね、だいぶ近づいてきましたね、日付がね。はい、で、10月22日から確か結構曇りの日が続いてですね、取、えー、れなくて、えー、でこれがもう昨日かはい、えー、10月21日から5日間ぐらい空いて、えー、天気悪かったので、で10月26日、昨のの夜、えー、長野県の、これは美しが原高原で撮ってました。はい でこれはあのまあ見る人が見たらどこから撮ったか分かるんですけど牛伏山という山があってですねえここにあの僕がお世話になっている山本小屋という小屋があってこれ大型ホテルって言うんですけどでここに御嶽山があってその上に金星があって「水星どこにいるの?」っていうとここにいますね。で革明の時間帯のもうあの天の川もまだ。 全然濃く写ってないぐらいの時間帯ですけど白明色が残る中の水星と天の川みたいなのを撮りたかったので、えー、この場所に行って撮ってましたでなんか大河島の鉄塔群と水星みたいなのを撮ったりねいろいろこう画角変えながらいろいろ試しながら撮ってたっていう感じですかねはいでこの時なんで美しがらいたかというと昨日ですねあの僕の主催する個人的なワークショップで美しがら高原の、まあ、美術館でやってて えー、まあみんなで彗星撮りましょうみたいなモニュメントの彗星撮りましょうってワークショップやってたんですけど僕はあのー、皆さん覚えてますか えー、もう撮ってるんですよね <laughs> 冒頭でで紹介しましまもう撮ってるんであ僕は別にモニュメント撮らなくていいよと思って生徒さん全員置き去りにしてですね自分だけ牛伏山に登って <laughs> あの全然関係ないところで撮ってるというね本当に生徒さんに指導は全然しなかったんですけどあの頑張ってくださいって手を振ったぐらいですねで僕は全然関係ないところで、えー、彗星をひたすら撮ってましたね、はい、で1個撮りたかったのがですね、えー、これですかね えー、アストロあそういえばアストロで水星取ってないと思って、えー、やばい取らなきゃと思ってですねでアストロはやっぱりあの天の川のこういった濃淡結構はっきり取れるいう機材なので、えー、やっぱ今回の天の川と水星のコラボでは絶対にと使ってみたいなと思ってたので、えーまあ、一応取ってみようと思ってね画角も7ミリ結構広めですけど取ってみました。一応彗星も わかりますよね、えー、非常に広角ですけど水、まあ、星の存在ははっきりわかるし天の川も非常に色濃く写ってまあまあ結構満足な写真が撮れましたね、はいまあ、そんな感じで,、えー、で今朝ですね10月27日の朝何してたかというとずっと天の川を撮ってましたということでマ、まあ、ストロで冬の星座を撮ったことがなかったので冬の天の川をいい環境で撮りたいなと思って、えー、魚眼につけて、ね、撮ってました。でちょっっとで半月3日月月日ぐらいの月があって えー、この月明かりが邪魔するかなと思ったんですけどさすがつ美しがわ高原ですね三日月程度の月があっても天の川ははっきり分かりかましたねでここに木星があって火星があってカストルポルックスプロキオンシリウスとかねリゲルとか、まあ、カペラとかねアルデバランとかあって、まあ、冬のダイヤモンドの中に、えー、惑星が2つお邪魔してますみたいな感じで映ってくるっていうのがあ今年ならではの構図で。 やっぱこれをくそらが暗い環境で撮りたかったので、まあ僕は非常に満足してますね。はい、まあそんな感じですかね。これがあ今朝のこれがだいたい4時ぐらいま3時半3時ぐらいの写真ですかね。はい、それを急いでこう現像してなんとか間に合って良かったかなという感じで終わりました。<laughs> 以上でございます。えっと合計12回撮影して、えー、都道府県的には7都道府県ですね。 えー、日本で一番撮影したと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどごめんなさいもっと撮影してる人がいらっしゃったら本当に申し訳,申し訳ないんですけど本当にあのここから始まり、えー、もう目まぐるしく場所を変えながら。 ひたすら彗星ばかりを取り続けたこの1ヶ月がようやく終わります <laughs> ようやく終わってすごいほっとしてますねあの実はちょっとこれはもう余談なんですけど2020年にネオワイズ彗星という彗星があったの覚えてます2020年にネオワイズ彗星で結構明るい彗星があったんですけど僕その時に、えー、実はあんまり取ってないんですよねあのというのは その時ちょっといろいろ家庭内の話とかあってですねあ,のあんまり遠征に行けなくて、えー、すごい不完全燃焼でネオバイド彗星終わっちゃってそれがすごい僕の成形写真家人生の中で引っかかりとして残ってて今回の彗星は一生に一度ですよだからもう絶対に後悔したくないっていうのはもうずっと前から言ってましてですねこの1ヶ月間は僕はいないものだと思ってくれと家族にも説明をして、えー、その通りにいな,いいなかったです本当ずっといないいないいないで撮影をし続けてですね えーまあ、ここまで撮れてたんですけどね、まあ、やっぱこういう写真を撮れるのは家族のフォローがないとね撮れないかなと思っていて、はい、家族には頭がが上らないですね <laughs>、はいまあ、そんな感じで説明は終わりなんですけれども、えー、じゃあこれからどうなっていくのかって皆さんも気になると思うんですよね彗星、まあ、これが最後の写真ですけど、えー、彗星はこれから明るくなることは100%ありません。 これから暗くなっていく一方ですね。で,でも、あのこれから新月期に入ります。なので、何が起き起こるか起こるかというと、これだけを撮影する天体写真、家の方々がようやっと撮影を始めるんですよね。で、天体望遠鏡でここだけを拡大して撮影するっていう感じでで、えー、まあ全然カメラ用のレンズでもね。撮影できます。300ミリぐらいあればですね。ちょうどあの画角的にはちょうどよくて。 赤道儀画かなんかを使ってですねここだけを 300mm で撮影するっていう楽しみであれば全然まだまだ11月頭ぐらいまで楽しめますし、まあ、成形写真でまだ楽しみたいっていう人も、えー、これくらいのオッポの長さとか写りでもよければまだあと、まあ、数日間11月の頭ぐらいまでは、まあ、楽しめるかなと思いますね明るさは7等級ぐらいになっちゃうと思うんですけれども11月の頭になってくるとですね 7等でもいいよって人はぜひまだまだ取れるのでぜひ取ってほしいなと思います週間天気予報を見るとね台風接近で天気悪いんで <laughs> ちょっとさすがにうん取れるタイミングが限られてきちゃうかなと思うんですけどまだちょっとこう不完全燃焼の方は取ってほしいなと思いますはいで11月じゃあほかに何があるのって話なんですけど、まあ、一応僕個人的にもう気になってるのは えー、もう本当に流星群なんですよね。えーまあ、月と金星が並ぶという惑星と月の接近の現象もあるんですけどそれよりもやっぱりこの大石田流星群というのがやっぱり11月は一番面白いですね。はいえー、でちょっと一個一個説明していきますね。はいえー、月と金星の接近って何なのって話なんですけどこれはあの前回、えー、ご紹介してますね。あの前,回前月の,先月のトークショーでも えー、月と金星の接近紹介してるんですけど11月にも接近がありまして11月4日はここ11月5日はここという形で細い月と金星が、まあ、いい感じにこう、えー、並ぶよっていうねで5日の方がやっぱり並び方としては美しいかなと思いますで、えー、東京の場合は夕方日没後のだいたい60分後ぐらいの、えー、西の空南西の空ですね、えー、にこの月と金星が並ぶので南西方向にある面白い車体と えー、月と金星をセットで撮影をしたらいかがでしょうという、えー、話ですね。で35ミリバン観測で80ミリあればちょうどいい感じで撮れるので、まあ、1240とかの40ミリ側があれば十分かなと思います。<laughs> でこれも前回紹介した写真ですけど、えーまあ、これもスカイツリーとね月と金星撮りましたっていうのを紹介しましたけれども、えー、月がこっちにあって金星がこっちにあるっていうのが11月5日なので。 えここが南西の方向になるので南西の方向の被車体皆さんで一生懸命探してみてくださいねという感じですね。はいまあ、露出のイメージはあーこれ限りなくこれに近い感じになると思うので、まあ、これも、えー、覚えていただけたらいいかなと思います。はい、で、えー、11月5日ですね大瀬、えー、田流星群なんですけど大瀬田の流星群の話をする前に大事な話なんですけど。 11月5日、僕は一番狙っている構図がこの構図です。えーまあ、東京はです、ね、日没から約80分後なんですけど、えー、天の川が南西の空にあります。で、その天の川の、えーまあ、10度以下のところですね、ちょっと低いところに月と金星が接近して並んでいます。で、よく見ると天の川のすぐ横に水星があるよと。はい 縦構図で3 2ミリってすごい微妙な画角後半の焦点距離ですけど3 2ミリあれば天の川水星月金星が並んでいる様子というのが収まるのでこれはすごいい美しい光景になると思います、はい、なのでとにかく南西西南西が開けている場所を探してもよし、えー、まあ何か面白い特徴的な被写体がある場所を探すもよし、えー、ぜひこの時間はね撮影をしてもらいたいなと思うんですが。 え確か連休明けの平日ですよね、うん。社会人の方はなかなか厳しいかなと思うんですけれども、いや僕まだ有給残ってるんですよって人はもうこのタイミングですね、えー、使ってほしいなと思ってますね。これは僕はすごい美しい合計なと思います。これの要はここに月と金星があるわけですよ。ここに月と金星があって細い月と金星があってでまあイメージ妄想なんですけどこう大気10度以下なのであの月と金星があるのが ここって大気の影響を受けけるわけですよねなのでこうもやもやっとした大気の影響を受けて、えー、多少露出をかけても月がこう白飛びしないある程度形がわかる感じで撮れるわけですよでその上に天の川も多少露出をかければ浮かび上がってくるので白飛びしていない月と金星と天の川が、まあ、うまいこと撮れる可能性もありますその上に水星があれば、まあ、美しいですよねというね写真ですねこれは是非狙ってほしいなと思ってますはい で、えー、肝心の、まあ、大志田流星群なんですけど大志田流星群っていうのはちょっとややこしくて、えー、2つあるんですよ大志田南流星群と大志田北流星群っていうのが極大日はそれぞれ別々で存在するんです放射点もバラバラですなんですけどまあ大体似たり寄ったりのところから流れてくるしこれ出現期間がですね大体同じなんですつもう流れてるんですけど、えー、9月の20日ぐらいからですね、えー、もう流れ始めてて結構、あのー、長期間出現期間がある水星流星群なので えー、極大日はここなんですけど今もう常に流れてますでその大下流星群が、えーまあ、これがある意味セットな状態でこう流れて足し算すると結構1時間に10個ぐらいかな、えー、流れてはいるんですが、まあ、それがやっぱりピークを迎えるのが11月5日あたりなんですが、えー、その頃じゃあどうやって撮るべきかなんですけれども、えー、夜中11時ぐらいですかね11時ぐらいに、えー、東の空を見ると、えー、有名な冬の星座が全部揃ってます。 えー、大犬座のシリウスから、まあ、さっき紹介した小犬座のプロキオンからですねカストルポルックスカペラオーシュダのアルデバラン、えー、オリオンダのリゲル結んで冬のダイヤモンドですよってその中に火星と木星がありますよってさっきの,あの写真にフィッシュアイの写真でご紹介しましたがあの構図を意識してこう決めていただいたその画角構図の中に まあ結果的に大石田南流星群も大石田北流星群も放射点が入ってくるので、まあ、ここからこう放射状に流れるのがね取れるわけですよなのでもうとにかく冬の星座を広めの画角で撮影をしていると大石田から放たれる流星が取れるかもねという感じですたぶまさにさっきの構図ですねさっきの構図のここがまあ放射点なので、えー、この辺からプシュプシュとこう流れるんですけど大石田流星群ってもうすごい火球が流れるんですよ 長経路の,あの長時間流れる、えー、火球が取れるのが特徴なので、えー、結構、あのー、白飛びするぐらいの流星がブワーッと流れる可能性も全然あります。なので、十一月五日の夜というのは、非常に忙しい。白明の時間帯から夜の始まりぐらいは、これを取ってて、暗くなってきたら流星群を取っているわけですから、えー。非常に一晩中忙しいのが、十一月五日から十一月六日にかけてですね。 えなのでこの日は是非皆さんも撮影に行っていただきたいなと思っております。はい、で括弧にしましたけどね獅子座流星群極大ってもうこれはあの僕毎年獅子座流星群を一応取りに行った結果もう取りに行かなくていいと思っているぐらい全然流れない <laughs> ちょっとさすがにこれはひどいんじゃないかぐらい一晩中取って1個とかなんであの全然今あのかつての輝きを失っています。 かつて志田流星群は流星雨として2001年にブワーッと1時間1000個とか流れた時があってねやっぱどうしても志田流星群っていうとその思い出があるんで行っちゃいがちなんですけどもう行かなくていいぐらいの今活動率なので <laughs> しばらくこれ続くみたいですこの沈静化している状態がなのでまあメインはやっぱり大吉田流星群に添えてえこっちをメインに取っていただきつつまあなんか休みがあったりすればまあ一応取りに行っていただくのもいいかなということで確保にねしてます。 まあそんな感じで、えー、11月のおすべての現象を紹介して、これで終わりたいなと思います、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。